皆さんこんにちは、ショーマリです。今回紹介するトミカはこちら、トミカナンバー65番マクドナルドパネル版です。スケールは箱には書いてなくて、アクションとギミックは後部パネル開閉になります。イラストが可愛いですね。で、旧トミーロゴになります。で、マクドナルドのロゴマークも書いてあります。これは絶版トミカになりますね。メイドインチャイナ、中国製になります。で、1998年製ですね。それでは開封していきます。よいしょ、これよし、取り出します。結構キツキツに入ってますね。よいしょと。あとは入ってないですね。じゃんじゃんじゃんじゃーん。おー。ではまず全体を見ていきます。メイドインチャイナ、中国製になります。で、トミカ、トミーと書いてあって、1996年製ですね。おそらく元々の数字だと思います。で、スーパーグレートトラックと書いてありますね。で、ナンバーは7番、そして14って書いてありますね。これもおそらく元々の数字だと思います。で、サスペンションはありません。それでは詳しく見ていきましょう。まず荷台の部分ですね。シールになってます。マクドナルドハンバーガーで、ポテトとハンバーガーとジュースのキャラクターが書いてあります。で、マクドナルドのロゴも書いてありますね。そして運転席側を覗いてみましょう。特にハンドルやシート、ギアはなさそうですね。あ、ないですね。あらら、残念。あったらね、とても良かったんですけども、さらに良かったんですけどもね、ちょっと残念ですね。では、前の方を見てみましょう。ヘッドライトは銀色の塗装で塗られています。で、塗装をと書いてあって、真ん中の部分には三菱のロゴマークも書いてあります。で、このフロントグリルの部分は別パーツですかね。ちょっと別パーツっぽいですね。で、反対側もサスペンションはありません。で、反対側も先ほどと同じように、マクドナルドハンバーガーと書いてあって、ポテト、ハンバーガー、そしてジュースのキャラクターが書いてあります。で、マクドナルドのロゴもありますね。そして後ろですね。結構ドアの部分は結構細かいですね。このネジの部分とかも忠実に再現されています。で、後部パネルドア開閉ですね。こんな感じでパカッと開くようになってて、中はこんな感じになってます。かなり荷物が詰めそうですね。そして広そうです。で、上の部分にはマクドナルドのロゴマークとマクドナルドハンバーガーと書いてあります。
で、走りはこんな感じです。というわけで今回はトミカナンバー65番マクドナルドパネル版の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにしていってください。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。さよなら。